東笠松駅は、岐阜県羽島郡笠松町にあった、名古屋鉄道名古屋本線の駅。名古屋本線においては、岐阜県の最南端にあった駅で、通常は普通列車のみが停車していた。利用客の減少に伴い、2005年1月29日に廃止された。東笠松駅跡を走行する2200系、相対式ホーム2面2線の地上駅であった。ホームは4両編成分までの対応だったため、6両編成の各駅停車は後ろ2両は締め切りを行っていた。目立った駅舎はなく駅員無配置であったが、笠松川祭りの花火大会開催時などは臨時に、笠松駅から駅員が配置されていた。線路は半径300メートルで強くカーブしており、駅が廃止された現在も通過列車は時速 65km もしくは時速 70km まで減速する。また当駅は鉄道撮影のスポットである。東側沖曽川が流れ、春には奈良津堤の桜で花見ができた。営業当時は笠松競馬場の最寄り駅であり、競馬開催日には、優等列車の臨時停車もあった。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号。特集名古屋鉄道、府図、名古屋鉄道路線略図名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、867ページ。ありがとうございます。